1975年には、えー、海外で売れてた映画で日本で売れてた映画で海外は調子良くなってきてるんですけど日本の映画は元気がなくなってくると、えー、そんな中この犬神家の一族からスタートしていくこの角川映画が、えー、始まっていくということなんですねでこれはね1900実はね5年前の1971年にこの、えー、犬神家の一族の原作者である、えー、横溝正子さんがえっ、ー、と 角、えー、川,川書店で文庫を出してたんですね。文庫を出してて、このね、えー、世の中の流れでオカルトブームっていうのが結構来てたんですよ。来てて、そのオカルトブームっていうのに乗っかって、日本の作家が売れるとすれば、これ、横溝先生しかないと角川春樹さんは呼んでたらしいんですよ。で、なんとかして横溝先生の作品を売りたいと。なんですけど、爆発的に宣伝をかけるには、これ、映画にするしかないと。 ということで初め松竹と組んで八,つが八つ墓村を、えっと、映画化する予定だったんです本当はで八つ墓村が当時一番売れてたんです八つ墓村が一番売れててで、えー、と犬神家の一族って3番目ぐらいに売れてたらしいんですよねだから本当だったら八,八つ墓村を映画化するのが一番良かったんですけど松竹と組んで八つ墓村を映画化して 松竹、えー、に出資して八幡村を映画化してもらうことによって角、えー、川書店のその横溝、えー、静止フェアっていうのをやってですね文庫本売ろうと企んでたんですけど松竹と仲が悪くなってですね八幡村の企画が一回流れたんですよ。で角川春樹さんはもうそんなことやってたらもうこのオカルトブームがこう来てるのに横溝先生の売れるこのタイミングをね逃してしまっては本末転倒だということで。 もう自分でやるっていうことで、えー、犬神家の一族を自分で映画化したという流れがあるんですねだから本当だったら、えー、八墓村が初めの映画だったかもしれないと、えー、言われておりましてでも、えー、実際に映画化された一発目はこの犬神家の一族だったんですよねで、えー、当時ですね角、えー、川文庫っていうのがあったわけですけど角川書店っていうのは えー、一番大きなな会社でではなかったんですよ一番大きいのは新潮社とか、えー、そういうところが大きくて講談社とかも大きくてでそ,のその中で文庫を持ってるよと、えー、文庫版の、えー、と出版してるよというのは角川書店と新潮文庫と岩波書店としかなかったんですで早川文庫とかそういうのもあったんですけどそれは、えー、とジャンルが限定されててですね いろんな作品の文庫本出してるよというのは門川書店と新潮文庫と,、えー、と岩,波岩波文庫しかなかったんですよ。でそこに講談社が入ってくるっちゅうことになってですね,ね講談社が入ってきたら講談社っていうのはもうものすごいいろいろ本を抱えてるんで文庫にされたらもう門川書店が売れなくなるというピンチを横溝先生の作品をめちゃ売ることによって挽回しようとしてる、えー、作品でもこの犬神家の一族っていうのはあるんですね。 でそれ見事成功しまして、えっ、ー、と犬神家の一族も映画もめっちゃ売れて、えー、横溝先生の小説もめちゃ売れたという大成功から、この角、えー、川映画っていうのはスタートしました。で、えー、有名なのが、えっ、ー、と、これですね、金田一さん事件ですっていうやつですね。このキャッチコピー。えっ、ー、と、角川映画っていうのはキャッチコピーが結構印象的で、 毎回毎回出る映画にこ,うこだわったキャッチコピーがついてるわけですよ。それ有名になるんですね、毎回。で、えっ、ー、と、金田一さん事件ですっていうのが、えー、有名になるし、あと、えっ、ー、と、このポスターに書いてあるこのスケキヨのあの足ですね、足。これを、えー、当時の人はめっちゃ真似したりとかしてたらしいです。だから当時の人のね、あの感想をね、 えー、このコメント欄で、えー、教えていただけたりとかしたら、ものすごく嬉しいなと思って、当時のね、やっぱライブ感っていうか、その k 川映画が出てきた時の盛り上がり感みたいなのは、えーと、この平成生まれの僕は感じることはできないわけですよ。なんですけど、k 川映画の魅力はすごくわかるんですけど、当時の空気感みたいなのは味わえないわけですね。だからそれをね、皆さんね、あのリアルタイム世代の人は、ものすごくね、 肌でで感じるとところがあったと思うんでそれがね僕羨ましい限りなんですけども、えー、残念ながら僕はそれは体験できないということでまあ皆さんに教えていただきたいなという感じです。でこの「犬神家の一族」ってまだ見たことない人のために一応ねあらすじを話しするとえー、っとね犬神家っていう家があってですね九州の方で大きな製薬会社を営んでたんですよ。 でその犬神家の社長でもあり創業者でもある棟梁、えー、がねおっちゃんが、えー、お亡くなりになってしまうとで遺言が出てくるんですその、えー、と製薬会社の財産を誰が継ぐのかというのでみんな親族集まるんですけどその遺言上はですね親族が全員集まらないと本文は読んではいけませんという遺言書になってるわけですねすると みんな親族集まってくるんですけど戦争に行ってまだ帰ってきてない佐清っていうのがいてるとその佐清さんが揃わないと本文が読めないでその本文を読まないと誰にその会社の財産が受け継がれるのかが分からないという中でどん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 その、えー、犬神家の一族の長が死んだことによってそれがきっかけで 殺人事件が発生していくというのを金田一康介という探偵が、えー、石坂石坂さんが石坂浩二がやってる、えー、と探偵がそこに来てです、ね、解決していくというのが、えー、あらすじになってますと。で、えー、とまあ、スケキ用に、えー、トリックがあるわけなんですけどそのトリックとですねで横溝先生の、えー、原作のこの特徴というのはやっぱりねこの土着の文化みたいなのねだから田舎の、えー、と土足性 土足的な、えー、と推理サスペンスみたいなところをやってくるということで、まあ、八つ墓村とか他の作品もそうなんですけども、えー、とそういう特徴があるとそれが見事に刺さったということになっていてでですね、えー、この映画はですね、えー、読んでから見るか、えー、見てから読むかっていうこの有名なコピーが 発明されるのは実はこの「犬神家の一族」の後の話ではあるんですけど、まあ、犬神家の一族の頃からこの本が本を読んでから映画に行くのか映画を見て知ってから本を読むのかっていうのが流行るぐらいですね大ヒットするわけですよでこの映画の監督である市川紺さんっていう人 市川崑さんっていう監督はもう「近代一」シリーズを7作も <laughs> あの撮るんですよ。このあと7作も撮るその第1作目がこの「えー、犬神家の一族」だったんですけども角、えー、川映画として出,、えー、出されているのはこの「犬神家の一族」だけでこのあと「八墓村」とかいろんなものがあるんですけど、えー、それはもう角川映画はねタッチしないという選択を取るんです。この 1>, 1回売れた映画の2番戦時3番戦時をしたくないという角川春樹さんの意向があってですねで市川昆さんは映画監督としていろんな会社で制作されるこの近代一シリーズを映画化していくわけですけども角川書店としてはこの犬神家の一族で一応一旦終わりということになったとで、えー、と映画も本もものすごく売れたんですけど、えー、これすごいことなんですよねその 映画業界って松竹とかさっき言ったように男は辛いよとかトラック野郎とか、えっと、幸せの、えー、黄色いハンカチとかあとそんなんとかそんなんばっかり売れてる中でですね映画をいか一切作ったことのない書店が映画に殴り込むっていうだけでもすごいのに その時の都市に売れた日本映画のランキングは1位はさっき言ったように「俗人間革命」というあの創価学会の映画が1位なんですけど2位が「犬神家の一族」ってこれかなりすごいことなんですねもう一気に新参者が入ってきて映画業界の番狂わせを行ったとそれが大成功するわけですなのに映画評論家はこの「犬神家の一族」っていうのを大批判するんですね 各メディア、新聞社とか、えっと、キネマ旬報とか、ああいう映画評論家が集まってるようなコーナーで、映画評論家たちは、この犬神家の一族を大批判してたんですよ。